藤川先生にやってきていただきました。模試の結果発表日でございます。大丈夫です、あのパスワードはこっちに変えてあるんで。どうだったのか、自己採点と違っていたのか、マイナスということです。どれも微妙に下がってるんですけど、判定ですね。書いたの覚えてますか？どこの大学？大阪公立大学、第一志望者441人中